長県明は、台湾のカレン県出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。1999年11月に開催された第14回、アイブフインターコンチネンタルカップのチャイニーズ台北代表に選出された。2001年3月に開催された第21回、アジア野球選手権大会のチャイニーズ台北代表に選出された。 第9回ワールドポートトーナメントのチャイニーズタイペイ代表にも選出された。2002年7月に開催された第21回ハーレムベースボールウィークのチャイニーズタイペイ代表に選出された。8月に開催された第1回世界大学野球選手権大会のチャイニーズタイペイ代表に選出された。 11月に開催された第15回アイブフインターコンチネンタルカップのチャイニーズタイペイ代表に選出された。台北市立体育学院を卒業後、2004年に中華職業棒玉大連盟の高ーノーブルーズに入団。2006年開幕前の3月に開催された2006ワールドベースボールクラシックのチャイニーズタイペイ代表に選出された。11月には、 広島アジア競技大会と第16回 IBF イ,インターコンチネンタルカップのチャイニーズタイペイ代表に選出された。2007年11月から12月に開催された第24回アジア野球選手権大会のチャイニーズタイペイ代表に選出された。2008年3月に北京オリンピック野球競技世界最終予選のチャイニーズタイペイ代表に選出された。 8月に開催された北京オリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。2012年9月21日に第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北代表に選出された。11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出されている。 2013年開幕前の1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。2015年9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2016年開幕前の1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の チャイニーズ台北代表27名に選出された。台湾を代表する強権、高ダの右翼手。コーノーブルズ時代ではチームで主に一番打者を務め、ギダイライノズ時代では主に二番打者を務めた。初級から打ちに行くタイプで、球界随一の強権を誇った、外野手。ありがとうございます。